トラバンチャンネル。まずは契約更改について伺わせてください。サインはされましたでしょうか。はい、以前の報道では複数年契約ということでしたが、内容等については変更などはございましたか。いや、決めないです。球団からはどのようなお話があったんでしょうか。いや、もうまずはありがとうという言葉で、はい。今まあ、今いろいろありましたけど、はい。ちなみに印象に残っている言葉などあれば。なんだろう、まあまあたくさん言い合ってもらったんで、はい、また来年も頑張りたいので。ありがとうございます。改めまして今シーズンの振り返りを伺いたいんですけれども、日本一を達成した今シーズン、改めていかがでしたでしょうか。まあ、本当にたくさんの方に喜んでいただいて、はい、よかったなと思います。個人的にはセーブ王を取られまして初のタイトル獲得ということもありましたが、個人的な成績については今シーズンいかがでしたか。まあ、タイトルに関しては、自分一人では取れないので、今回勝ちでつないでくれたその前のピッチャーだったり、点を取ってくれた野手だったり、本当にみんなのチームのおかげなので、そこはチームと篠田と感謝してます。守護神としてはもちろんなんですが、ブルペン陣のリーダー的存在としても軸になっていらっしゃったかと思うんですけれども、その存在として意識していたことは何かありますでしょうか。やっぱ能力ある選手たくさんいますし、でまだまだ伸びてくると思うので、そこに自分が負けないように、まず自分が成績を出して引っ張っていけるようにと思ってやってますし、それは来年以降もそういう思いでやっていこうと思います。先日記事にもありましたけれども、横田さんにも報告に伺ったというふうに聞いていますが、どのように報告されたんでしょうか。まあ、日本一になったという報告と、あとは、ね、いろいろありましたけど、本当に喜んでくれると思いますし、その場に一緒にいるような感じもして、はい、本当に良かったなと思います。聞いていた横田さん、どのように答えてくれていると思いますか。いや、もう喜んでるでしょうね。はい、では来シーズンに向けての話になるんですけれども、まずはチームとして、今年日本一達成されましたが、連覇に向けどのように来シーズン迎えたいと思っていますでしょうか。まあ、今年当たり前のことをやるというか、まあ、普通に戦うということで、やってきて、で来年はまた、ね、日本一という立場で迎えるシーズンになるわけですけども、そういったところでまた、自分だったりチーム全体も成長できるチャンスだと思うので、また来年は来年で、はい、しっかり戦っていきたいと思います。来季に向けて個人的なお話をお伺いしたいんですけれども、意識していきたい点であったりとか、目指していきたい具体的な目標などがあれば伺えますと幸いです。ちょっと特に、分からないですけど、まあ、やっぱ成績で他のメンバーを引っ張っていきたいと思っているので、ブルペンの中で一番いい数字出せるようにやっていきたいと思います。オフシーズンに入っていますが、来季に向けて何か重点的に取り組みたいであったりとか、過ごし方について考えていることがあれば教えていただけますか。まあ、シーズンがちょっと長かったですので、その分、まあ、休養するといったらちょっと違うかもしれないですけど、まあ、ケアだったりそういう面の時間を割いて、またしっかりと体を、動ける状態にしていきたいと思います。自分へのご自身へのご褒美であったりとか、ご家族に対してなど何かオフシーズンにされることは予定されてますか。やったことないんで分からないです。やらないかもしれないし、やるかもしれないです。ありがとうございます。では最後にファンの皆様に一言いただければと思います。来年も連覇を目指してやっていきたいと思います。
また熱い視線をよろしくお願いします。